切り抜きチャンネルやってる方々に言いたいのがですね、まあ、僕これ予言しますけど、切り抜きの人たちは多分今ね、多分相当な人数が、ひろゆきさんのところの会社が、の返信メールが多くなりすぎたせいで問い合わせのスパム認定されたっていうぐらい来てるんですけども、多分ね、1ヶ月で半分以上が脱落します。なんでかっていうと、YouTube のチャンネルとか切り抜きチャンネルって、僕最初に5個ぐらいテストでやったんですよ。で、この5個のチャンネルを、僕が、結構ちゃんとアシストしてツイートとか紹介とかしても、やっぱり収益化するまでには2ヶ月ぐらいかかりましたし、収益化を突破してから一定以上の収益が上がるようになればさらに2ヶ月ぐらい経ってるので、まあ僕がその全チャンネルアシストができないので、おそらく半年ぐらいかかると思ってください。多分ちゃんと収益化するまでは。で、そこまで続けられなかった人がどんどん脱落していって、続けられた人たちだけが残って利益を多分享受するっていう方向になると思うんですよ。だから、そのチャンネル会員数はそんなにすぐは伸びません。当たり前なんですが、でもここで伸びないとか再生数が落ちてるからってだけでやめちゃうような人はどうせ続かないので、早めにドロップアウトした方がいいと思いますんで、無理はしないでくださいね。僕も別に皆さんに無理をしてほしいと思ってないので、会う人会わない人がいます。僕も失業とやったりとか D ラブとかずーっともう何年も続けてますけど、これ多分ね、他の人ができない理由は僕知ってるんですよ。なんでかって言うと続かないんです。こんなにできないんですよ。僕も相当楽にする工夫とかをやったりとか、僕の場合はテレビやめたりとか、公演とかも今全部オンラインになっちゃってるんで、そういう風にやっていって時間があるから僕はできるわけで、だから皆さんがそれをやるときにはやっぱり続けるってことの方が問題になると思います。はい、なんでそこだけちょっと気をつけてもらったらいいんじゃないかなと思います。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。